もこんばんは、小田えりなです。こんばんは、ごきげんるわっしゅ。どうも、小田えりなです。本日はね、本日は一日警察署長をやらせていただきました。どうでしたかね。来てくださった方、風邪ひいてないですか。どうも、今日はすごいね、私今日の一日警察署長なので、今日は、警察署長なんですよ。一日なんで、今は家ですけれども、一日警察署長なので署長です。偉い人なんで敬ってください。皆さんよろしくお願いいたしますよ。まだ署長なので、今日は署長で相模原警察の一日署長やらせていただいたんですけれども、めっちゃ楽しかったですよ。今日なんか雨だったんで外でのパレードなくなっちゃったんですけど、本当だったら楽器をね、音楽隊、神奈川県警の音楽隊の方々が道を演奏しながら、私がそこを通ってメルセデスベンツのオープンカーに乗って道を通るみたいな演出があったんですけど、雨だったのでそれがなくなっちゃって、すっごい悲しくて寂しくて、そうわーってなっちゃったんですけど、心の中で。でもなんか警察の方がなんか並んでいるファンの方々によると、やっぱり写真を撮りたいみたいなのが一番だみたいなって言ってて、そんな、そうだよね、そうなんだけど、そんなと思って、そしたら警察の方が200メートルほど歩くのを撮ってもらうっていうのはどうですかって言って、いいですよって言って、それでそう、ご好意でやらせていただきました。そう、警察の方がそうやって提案してくれて、そういうことになったので、そう、警察の方めっちゃ優しいなと思って。しかも雨ですごく寒かったから、なんか12時から抽選だったんですよ、室内に入れるのが。それよりも前にもう入れちゃって、もうそう、優しかったですね。もう本当、相模原の警察の方々に感謝してください。警察の方は小田さんのご好意でってずっと言ってくれてた。そう、これはね、もともと警察の方が提案してくれたんですけども、私の印象を上げるように小田さんのご好意でって言ってくれて、でも私もいいですよって、やりたいですって言ったので、多分そうやって言ってくれたのかなって思うんですけども、私のイメージが上がるように言ってくださった。そう、なんか相模原警察の方はめちゃめちゃ優しくて、なんか結構お茶目な方が多くて、すごいいいチームワークだなと思いました。
イベント自体面白かった、よかったね。私もなんか結構理解できないんですよ、なんか授業とか、なんかそういうなんか説明的な話とか結構理解できないタイプなんですよ、こう見えて。だから大人とかが喋ってる時に何言ってんだろう、なんか理解できなくて、理解できずに終わることが結構多いんですけど、今日警察の方々が喋ってたことはすごく理解できました。分かりやすくて、なんかすごい分かる、そう、勉強になった、めっちゃ。なんかさ、模擬訓練、110番のキャンペーンだったので、今日は模擬訓練で私が110番通報するっていう模擬訓練をやらせていただいたんですけれども、まず私このなんていうの、受話器タイプの電話の使い方が分かんなくて、なんか使ったことなくて、こういうやつ、なんていうんですか、こういうやつ、公衆電話的な、公衆電話は昔使ったことあるんですよ。こういうの使ったことなくて、まずかけ方が分かんなくて、固定電話、そう、固定電話の使い方が本当分からなくて、そこでまず1回ミスって、そう、1回受話器をこうやって離してから打ってってやつなんですけど、私はもう置いたまんま打ってだったから、そう、全然分かんなくて、それでまず手こずって恥ずかしかったのと、でなんかね、警察なんかさ、110番通報したことないから全然知らなかったんですけど、絶対事故とか事件起きて自分が110番するってなったら絶対焦りやばいじゃないですか、テンパるじゃん、なんて言ったらいいんだろう、なんて伝えたらいいんだろうってめっちゃ思うじゃないですか。でこうやって電話するじゃん、そしたら「警察です」みたいな、事故ですか、事件ですかって、なんか向こうから結構聞いてくれるの、警察が。だから自分からこうやってやった時に「すいません、目の前で事故が起きていて、あ、血を流してて」とかって言わないっていうことを学んだ。そう、なんかもう全部警察の方が知りたい情報を聞いてくるから、それを待つ。事件ですか、事故ですかとか、事故ですって言って、場所はどこか分かりますかとか、何とかですって全部質問してくれるんです、警察の方が110番したら。そう、でも私もね、そうやって聞いてくれるけど、焦って言いそうになっちゃったの。なんかなんだっけ、なんか女の人、なんか誰、怪我人はいますかって聞かれた時に、女の人がって、自転車にひかれて血を流してて、その自転車は青色でって、なんか30代ぐらいの男性がってベラベラ喋りそうになったけど、怪我人はいますかって聞かれてるから、いますとだけ答える。だから110番したことないけど、これからもし事件とか事故が目の前で起きて110番することがあったら、あ、こうしたらいいんだってちょっと学べました。でも実際さ、目の前で事故とか事件起きたら、そんなもう落ち着いてられないと思うけど、今日のことを少し思い出そうと思った。
ミニドラマの方も警察の方なのかな、そう、なんか目の前でなんか事故の実演みたいなやってくださったんですよ。分かりやすいように。ただ110番をするっていう訓練だけじゃなくて、まず目の前で事故が起きるドラマを演じてくれたんですよ。多分警察の方だと思います。警察の方が演じてくれたんです。ステージ上で女の人が歩いてて男の人がぶつかって引き逃げするっていう演技をやってくださったんですけど、それがめっちゃ良くて、良くてっていうか分かりやすくて、だから演技も上手くて、で少しなんかユーモアも加えられてて、いやめっちゃ良かったあれ、そう、警察の方が演技してくれました。そう、いつもやってるから上手なんだろうね。確かにいろんなとこでやってるんだろうな。そう、私今回警察の方の服着たの5回目ぐらいだよね多分。結構一日警察署長本当に何回もやらせていただいてて、そうマジで5回目とかかな、うん、でも110番は初めてだった気がする。いつも交通安全とかなんか詐欺とかだったから、110番は初めてだった気がする。うん、警察、そう警察の、そう相模原の警察は同級生がいて、その同級生が今回そう同級生ということで呼んでくださって、そうめちゃくちゃありがたいんです。ありがたかった。そう相模原の警察で、そうびっくりしました。うん、そういう縁で今日は相模原の警察署長をやらせてもらって、そうだから皆さんも私の縁に感謝してください。そう、毎年できそうだって。いやいやいや、いやもう本当にありがたいですよね、こうやってたくさん今まで多くの一日警察署長をやらせていただいていたのはとてもありがたいことだなって思いました。お便りの集客力すごいだって。いやなんか雨だからみんな来てくれるかなって思ったんですけど、もう本当になんか会場
なんか警察の方がね、100人まで席に座れるって言ってたんですけど、なんか今なんか抽選なくても会場があの大丈夫そうなので、もう雨降ってるし先に入れちゃいますって言ってた時に、えやばいって、全然人来てないの来ないのかなって思ってたけど、あの、ま、自分がステージに出たらもう席もいっぱいで、そうわーって、みんな来てくれてありがとうこんな寒い中って思いながら、心の中でありがとうって言ってました。そう2階にもねいらっしゃって、そう2階そうなんか立ち見っていう場所があるっていうのはマネージャーさんに聞いてたんですけど、立ち見でもなんか立ち見がすごい、なんか警察の方ってめちゃくちゃ心配してくれてるんですよ。もうたくさんボディーガードつけますからみたいな、何かあったら言ってくださいみたいな。で立ち見の席にももうすごい2階なんですけど分厚いガラスに挟まれてる場所なんで安全ですみたいな、そう2階のそう前にすっごい分厚いガラス、そう挟まれてるから安全ですしご安心くださいみたいな、うん、そう守られてました。確かに警察の人ずっとしっかり客席見てた、だってそうで、あとなんか警察の方がすごいファンの方並んでる方々とも多分喋ってたのか分かんないですけど、晴れならもっと人来ますよとか言ってたらしくて、なんか並んでるファンの方が警察にそう今日はねちょっと雨だったんですけれども、で晴れてたらもっと人来ますよって、晴れてたらすごいことになってましたよみたいなファンの方が警察に行ったっぽくて、えそれを後で言われて、えめっちゃはずっと思った、なんかでもそれもなんかすごいにこやかに警察の方が私にすごいお話ししてくれてて優しいなと思いました。警察の方にすごく気を使っていただいた、だって、おお。じゃあ警察の方にねお世話になるのはもう今日で最後にしてくださいね皆さん。もう今日以降はあの警察の方にお世話にならないように生きていってください。免許更新とかあるわ、だって免許更新もお世話になるか、出入り口にずっとおまわりさんが立ってたね、おまわりさんだらけだったんかな、そうだよね、そういうイベントだもんね。
めっちゃ厳重だったって。入るとき緊張しました。すごい人数いた。楽しかったですね、今日は。なんかさ、すごい私の紹介みたいなところで、すごいなんかピアアリーナのコンサートでみたいな、ソロステージでって5曲披露で、作詞5曲作詞作曲の曲を披露みたいな感じ紹介されてて、私が出る前に、いやいやどの情報みたいな、デマ情報やめって、覚えてます、来てくださった方。なんか私がね、あのステージに登場する前に、なんか急に私の紹介が始まって、でなんかソロステージでみたいな、5曲なんか5曲披露で作詞作曲の曲がみたいな、えみたいな、私作詞したの1曲なんですけどみたいな、そのめっちゃ恥ずくて、その登場する前に。そしたらなんか一緒にそばにいた警察の方々が、作詞ですかみたいな、すごいですねとかって話しかけてくださって、いやいやいやみたいな、いやもうしてないですみたいな、えデマですデマですとかって言って、で1曲は作詞したんですけどみたいな、めっちゃ恥ずかしくて気まずってなって、そのまま出たステージに、うん、盛られてた。恥ずかしかったです、うん。まあ、紹介違うのはあるあるですかね。そう、あとインタビュー、警察の方がステージでインタビューしてくださったんですけど、ネットで調べてくれて私のことを、で音楽好きだということでみたいな、音楽に関しての質問をさせていただきますとかって言って、あ調べてくれたんだって。そう、でも恥ずかしかった。でもやっぱ警察の方だから調べるのは得意なんだろうな。うん。でね、そう、得意な楽器は何ですかって聞かれて、口笛って言って、なんかもう口笛ですみたいな、披露しますって言って、博士太郎のトゥ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 って吹いてみた。多分ギターとか言ってほしかったんだと思うけど、得意じゃないし、そう、まあいいやと思って口笛ですって。あれめっちゃ面白かったなって。大喜利だった。しかもお兄ちゃんを今日見に来てたんですよ私。お兄ちゃんも見に来てて、あの中で口笛吹きました。その中で、うん、そう、まあ、普通にあの身内も見てる中であれやりました。
ターって言えばよかったのに、いやギターって言いたくない、上手くないし。2階席だったんだけど窓が厚いのか声があまり聞こえなかったね。そうだよね、だって警察の方がすっごい窓分厚いって言ってたもん。すっごいガラス、分厚いガラスで仕切られてるって言ってた。ごめんね、もっと大きい声で喋ればよかった、ごめんよ。所長の制服かっこよかった、ありがとうございます。自転車の人怖くなかった？ああそう、自転車の人がひき逃げをしたという演技をしてたんですけど、裏ではめっちゃ優しかったです。なんか本当に相模原の、あの警察署長のイベントはなんか本当になんか警察の方がすごい頑張って一生懸命作ったイベントっていう感じがして、そう手探りみたいなで、打ち合わせとかもすぐ秒で終わったんですよ。そうでも楽しかった、めっちゃ。うん、そうでもめっちゃとね楽しみだったから、そうこの所長が、そうだからねめっちゃね今日ちゃんと迎えられてよかったです、結局エリナちゃんが選んだ曲は何だったのか。そうあのねなんかね演奏がしてくれるみたいな、演奏なんだっけ、演奏楽器の警察の方々が演奏してくれるみたいな曲を選んでくださいって言われてたの、演奏する曲を。それを私はAKB の曲を演奏してくれる予定だったんですよ、楽器隊の方々が。でも雨だったからなくなっちゃって、でも弾いてくれる予定だったのはフライングゲット、桜の木になる、会いたかった、恋するフォーチュンクッキーでした。でね、恋中の時は振りをレクチャーしたり、また指揮をやってもらいたいっていうねのもあって、ちょっと恥ずいなとかって思ってたけど、まあやりたかったんですけど雨だったからちょっとなくなっちゃって、うん、
指揮者見たかったな。だってちょっとまた呼んでもらおう。楽しみにしてたのに本当に残念です。だってそうですよね、私もですね。練習してくださってたんですよ。だってこの曲のアンケートが来たのが12月15日で、そう、当日の演奏曲ですが当音楽隊から早めに練習したいとの連絡がありました。無理を言ってすいません。以下のリストから 3,4 曲選んでいただきたいと思いますって来てて、だから早めに練習したいって思ってくれてたっていうのもありがたいですし、このためにでもさ、今日その演奏が全部なくなっちゃって、だってせっかく練習してくれてたと思うのに悲しい。アリーナに呼ぼう。ねえ、ありがたいですよね、演奏してくださって本当に。卒業セレモニーしてもらえますか、神奈川県警察県警、あの音楽隊の方々に。オープンカーは初めて乗ったの。オープンカーは元町のイベントの時に乗ったかな。元町の警察署長の時もオープンカーで、元町の町を道をあの一直線渡りました。あれオープンカーだったよね、レクサスのオープンカー。ベンツエリナ見たかったね、見せたかったよベンツエリナ。なんかみんなが私が乗りそうな車言ってる。ラパン、
きな車アルファード、昔からアルファード好きって言ってるよね。そう、高校の時に起きれなくて、朝友達と一緒に今日も遅刻だって連絡してたら、その友達の親がよく送ってくれてたんですが、高校まで送り迎えで、それがアルファードだったんですよ、車が。だからアルファードがめっちゃ好きになりました。うん、送迎送迎していただいてました。テロップ見て制服着てるのかと思った、だって。いや違うんです、今日一日は私はもう警察署長なので名乗らせていただいております。私はね、オートマ免許、オートマ。車の免許、症状は持ち帰ってます。毎回一日警察署長やると症状もらえるんですけど、症状と額縁を毎回もらって持って帰ってます。今回も症状と額縁もらいました。いただきました。委託状か、そう、症状じゃないか、委託状、うん、一つ一つが思い出だな。ね、そうだね。次は俺も見に行きたいので、次またあるかなね、どうなんだろうというか、警察の方がやってほしいって思わないとさ、警察署長ってできないから、もしね、警察の方だったり警察の知り合いがいる方はぜひよろしくお願いします。
当番実際するとめっちゃ緊張するよねって、したことないけど絶対に緊張する。消えちゃったエアコン。何分ぐらいまで配信しますか。いや決めてないな、決めてナッシングトゥーマッチですけど、明日はファンミーティングです。最後の握手会になるので、ね、ぜひ来てくださる方は思いの丈をぜひ私に伝えてくださったら嬉しく思います。握手会だけ行くね、明日行きます、ファンミよろしく、よろしくお願いします。もう本当に最後だから、最後最後不思議複雑な気持ちだってそうだよね、ぜひ思い出の丈をよろしくお願いいたします。思い出の丈思いの丈、婚姻届持っていきますって、あ、いりません、それは、あ、大丈夫です、うん、それは持ってこないでください、うん。タキシードで向かいます。楽しみ、タキシードで来てくれるらしい。コストコのティラミス持っていくだって、いらないって、だってもらえないんだもん、持ってこないで、なんで持ってくるん、逆にコストコのティラミスはなんで持ってくるん、やめてん、なぜコストコのティラミス持っていきます、差し入れとかももらえないんで、あの大丈夫です、うん、じゃあプルコギもダメだねだって、ダメだよ、プルコギ、プルコギ持ってこうとしてたん、わかんない、あなたのことがわからん、うん、コストコ縛りだって、何、プルコギ有名なの、知らなかった、コストコのプルコギうまい、そうなんだ、コストコ行ったことないだって、なんか広いよね、いつもイケアとコストコがさ混ざってしまう、イケアとコストコの、あの広いじゃん、どっちもいろんなもの置いてあるから、混ざっちゃう、うん、
今日は小田所長に会えて幸せでした」だって。ありがとう。チーク可愛いだって、寒いからかな、今日の治安良かっただって。あ、なんか良かったよ治安。多分みんなぜひね、撮った写真送ってください。X とかで見ます。もう上がってるって、もう見てますよ。警察官になろうとしたことはある？ない。正しい敬礼の仕方で今日になりましたが、親指は出しちゃいけないんです。こうやってちゃんとしまう。前、結構前にやった時にそうやって習った。そう、親指出した方が可愛いよ。これ敬礼じゃないから。敬礼はこう、敬礼もう一回してだって。はい、これです。明日行きます。待ってます。 AKB で一番敬礼うまいです。あとでさっき撮ったエリちゃんの敬礼の写真アップするね。待ってます。
警察署長やったの何年ぶりだって、半年とかかな。保土ヶ谷でやったもんね、去年保土ヶ谷でやったのは何月だったかな。でもまあ去年やったかな、5月か。まあ去年やったぶり。年一で、そう、去年は SOS47 もあったから警察の衣装2回着た。衣装じゃなくて制服ね、そう、制服、衣装って言っちゃうんだよね、なんか。ね、やっぱ神奈川県でのお仕事できるっていうのはめっちゃ嬉しいですよね。第二、神奈川好きなんだって。好きだよ、神奈川大好きだよ、うん、神奈川県代表なんで自分。神奈川ラブ。元神奈川県代表のテロップに泣いただって嘘、元神奈川県代表って書いてあった？じゃあもう神奈川県代表じゃないのか、悲しい。自分はね、もうずっと神奈川県代表の気持ちで生きていきますので、これからも。代理は生まれも神奈川です。神奈川生まれ、神奈川育ち。タトゥー入れる。あ、神奈川ってタトゥー入れようかな、背中に。竜と竜をあしらって神奈川、習字で書いた神奈川。
ってまだ所長してますか？してます、所長なう。娘ができたらエリナっていいかもだって。あ、ぜひエリナって、娘ができたらエリナって名前にしてください。お願いします。今日マネージャーさんがパン買ってきてくれたんですけど、マジで美味しすぎて10個ぐらい食べた。うん、たくさん食べた。美味しかった。本日はありがとうございました。明日のワンミーティングよろしくお願いします。握手会もよろしくお願いします。ということで、じゃあ本日の配信はこれで終わりたいと思います。配信見てくれてありがとうございました。では最後にランキング読みたいと思います。いきます。13位タンちゃん、12位直樹くん、あと小気味おじさん、10位チーあゆクイーン、10位白地あと ODA 神押し、9位マッカーシーあとおだし、8位マーあとおだし、7位わたあめ、6位クマティ、5位みほ、4位ショータあとおだいりしかかたん、3位バディ、2位なおなお、そして1位はキヨー、ありがとう。ということで本日の配信見てくれてありがとうございました。また明日、バイバーイ。